はい、どうも、まあ、今回の動画はですね、まあ、今流行りの片付け方法について、はい、まあ、いろいろメリット、デメリット、あとその片付け方法にしていい方っていうのがありますんで、はい、まあ、その原型ですね、それをね、紹介していきたいと思います。その方というのが、まあ、某関西の強豪校のね、はい、エースの方をやってる投資用の形になります。はい、まあ、ウェブを曲げない片付けですね。まあ、これね、結構僕ら好み分かれると思うんですよね。そうですね。なんでやるのは全然いいんですけど、やれる形とそれをすることによって良くないことも当然起きますんで、まあ、それをしっかり理解してもらってからやってもらった方が、ね、勝手に片付けして、うん、ね、ああなんか分かるので、うん、しっかりお伝えしていきたいと思います。キスポチャンネル、今ね、ちょうどその片付けをね、はい、受けたまわっておりまして、実際に見てもらいたいと思います。こちらになります。ウェブ曲げない片付け、ご存じない方ももしかして見えるかもしれないのでお伝えしておきますと、ウェブをその名の通り曲げません。はい、なのでこっちで動かすんですね。そうです、こういう形で、見た目的にはここがバンとなるっていう感じですね。はい、はい、でこれが結構人気なんですね、今。そうですね、まあ問い合わせも多いですね、実際。そうですね、はい、でコツとしては本当にウェブは触らないです。そうですね、ちょっとまあ紐締めたりとか微調整は。ああ、そうですね、はい、でこっちで触って、で親指は触らない。はい、でここをしっかり折ってあげて、はい、ここで取るんで、はい、まあウェブした一点取りみたいな。そうですね、これしか取れない、はい、正直言うと補給能力は高いとは言えない方ですね。取れづらいと思います。はい、ただもう投げるときはただちょっと硬いんで、グラブがギュッとより握り込める。ウェブ曲げてない分ってことですね。はい、硬さが残る。硬さは残ります。はい、のと一応ここが広くなるので持ち替えがしやすいとか、まあ、握りがバレないみたいな感じですかね、うん、イメージ的にはあるけど、まあそれはそんな変わらないと思う。正直正直はい、僕は外見が一番の方かなと。まあちょっと、まあ、見た目はね、やっぱりここガッツッとなるんで、はい、まあ、正直僕らからするとなんか片付けせずに使ったらこうなったって感じもする印象を受ける。まあこの形やってる子が左で結構握り込む感じなのかなって見受けられたので、本人が。そうですね、はい、まあ自然となったんじゃないかな、意識している可能性もゼロじゃないですけど。そうですね、その部分が大きいんじゃないか。はい、アップで一回。はい、こんな感じですね。握ると、まあ、ウェブこれちょっとバスケットで柔らかいのでちょっと動いちゃうんですけど、こんな感じです。親指は一切動かないです。そうですね。で、ここがバチッと残る感じですね。はい。本来はこのウェブじゃない方が良かったんですね。ちょっと柔らかいんで、これは曲げるためのスリットがあるので硬くなりづらいです。逆に、まあこれ持ち込みなんで。そうですね、こういう風ですけど、本当はもうちょっと、そうですね、硬いウェブの方がおすすめですね。でもウェブも種類がいっぱいあって、こういうウェブもあるんですけど、これは実は3枚側なんですね。ここが1、2、3枚側があるウェブがあるんで、それだと本当硬さが出るんで、この片付けするのにぴったりですね。でメーカーによっては見た目一緒でも、まあね、見た目的にはそんな変わらないと思うんですけど、こっちは2枚しか入ってないですよ。ここで見えるんですけど、1枚2枚ですね。こちらのモデルは1、2、3枚入ってるのでより硬いです。ですので、こういったね、見た目一緒でも実は違うよっていうのも、はい、ベストにやりやすいのはこのウェブ使ってる。そうですね。で当然絶対条件として横型のピッチャーです、はい。まあ、これ横と縦、最近中間でやれる方も増えてるんですけど、やめた方がいいですね。そうですね、こういう横型の、はい、こういう形の横型がいいです。さっきの IP も、まあ、横型なんでやっていきますね。できないのは縦型っていうので、こういったグローブ、印象的には歪んでないグローブですね。そうですね、こうならないというか、こう閉じる、はい、ペースのまま。そうです。ダルビッシュ選手とか使ってライナーバック、はい、もう絶対ダメです。厳しいですね、はい、無理です。
こういう、まあ、明らかに形のねベースが違うんで分かりやすいと思うんですけど、横型と縦型あります。これは投げる人によって違ってくるんで、うん、よしあしはないんですけど、ただこの形するときは絶対横型。そうですね。あ、で、あともう一つはこの人差し指絶対緩めないと、はい、ここで動かすんですよ、グローブを。こっちの。なので、ここは引っ張らないといけないですね。まあ、緩めて。そうですね。ウェブが全く動かないので、あの、ほんと、屈曲性なくなっちゃいますね。そうですね。これ締めちゃうと。というかもう、ここだけで頑張ってる感じです。そうです。で、あとここを押し込んで、あ、入れ込んであげる。入れ込んであげて、ボール止めてあげないと、取れないので。はい。なので、こういったね、いい点、悪い点ありますよね。正直ボールは取りづらいです。はい。こうなんだ。ただ硬さは残ります。そうですね。はい。そこでしっかり意識してほしいですね。なので、あの、実際プレイしてるノックはね、受けづらいと思う。ノック受け取れてるんかなと思うかもしれんけど。まあ、フィールディングはちょっと捨てたら、あの、ピッチャーの方はぜひ。そうですね。まあでも、ピッチャーのグローブって硬い方がいいので、当然、その横型の片付けるときもあんまりやらかくしない方がいいですね。そうですね。まあ夏場になるとね、グローブってやらかくなるんで、ふたふたになっちゃうと流れちゃうんですよ、体が。で開いちゃう、はい、投手って結構いるんですよ。で、硬さを戻してあげると止めれるんで、開きを、はい、開いちゃうとね、ボール打者が見やすくなってしまうんで良くないですもんね。それが起きづらい横型の欠点ですね。欠点、はい。で、やらかくしすぎるとダメなのはこういうところですよね、はいはい。ピッチャーはうちもだから片付けしたときは割と固めに、はい、 横型特にそうですね、あえてしてます、そういった事情で。で、季節によってね、グローブって冬はね硬くなりやすいんですよ、寒いん で夏場は暖かいんで皮ほぐれてるんで柔らかくなりやすいっていうことがありますので、こういうのもねありますよね、はい、皮は生き物ですから、そういったことがやっぱあります。はい、まあ、見た目はねすごいかっこいいと思うんです、まあ、グローブもかっこいいけどグローブもかっこいいけどね、これやるには合ったグローブを買うようにしてください。やっぱりしっかり合ったベースの形に合った片付けとご要望が大切なのでね、その辺はご相談に乗りますのでよろしくお願いします。キスポチャンネル。あと年末年始ね、はい、ちょっとオーダーフェア毎年やってるんですけど、はい、ちょっとねカトルは今年できるの遅いんですよね。そうですね、各メーカーが、はい、なんでちょっと遅れてますけど、また詳細決まりましたら SNS 等で発信しますんで、はい、あのインスタだとかツイッターをチェックしておいてください。今はねクリスマスフェアってやつやってまして、はい、刺繍代がお得に入ります。あのグッズの刺繍とかもね、いつもとよりとびきりお得になってますんでね、はい、特別なプレゼントになりますんで、ぜひご活用ください。まあ今回の片付けに関してはいろいろ好み分かれると思うんで、はい、まあウェブはねおすぎくんがよく言うように曲がるためにあるので曲げないのはどうかっていう意見もあります。はい、本当に買いやすいのかと思ったときに、はい、まあ難しいよね、うん、まあでも望んでやって硬さを残したいっていうあえてあれば、それは理解してもらってやるのがいいと思うんですけど、はい、まあ見た目が大きいからねこれ、まあ、正直そうですね、あと流行りですよね、流行り、はい、やっぱそういうムーブメントが起きることは僕はすごいいいと思うんですけど、はい、まあ、しっかり中身理解してほしいそうですねところなんで、今回そういう動画を作ってみました。今後もですね、こういったためになる情報だとか、最新情報を、毎週木曜7時頃にアップしてますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。